こんばんは、ゆかりです。最近、加藤さんより SL 山口号が再生産されましたね。ゆかり鉄道でも新しいロットではありませんが、山口号を導入していました。昔の技術で整備していましたが、現在のレベルと比べると拙い部分もありますので、再整備していこうと思います。加藤、品番10の1500、35系4000番台、SL 山口号、5両セット。山口県の新山口から島根県の津和野駅までを走る蒸気機関車牽引の観光列車です。C57 型蒸気機関車の1号機と D51 型蒸気機関車の200号機のどちらかが、5両の客車を牽引します。この35系4000番台客車は5両固定編成で、昔の旧型客車を模した車両になっています。見た目は古そうですが、エアコン完備、車内にはコンセントがあったり、バリアフリーに対応していたり、外観と内装の差がすごい車両となっています。この白い線が入った車両はグリーン車になっていて、昔の一等車を模したような豪華な内装になっています。これが2年ほど前に乗った山口号の実車の映像です。昔のツバメ号のようなブロー色の車体に白い線がかっこいいですね。レトロ調な内装でありながら快適そうな車内です。鉄道模型の方に戻りましょうか。天井に大きなクーラー機せがありますが、目立たないようなダークな色になっていて、旧型客車のようなベンチレーターとマッチしていますね。3号車では、グッズの車内販売や展示スペースがある車両になっています。床下機器があまりないすっきりとした車両ですが、なきゅうと結構重い車両のようです。4号車は普通車になっています。2号車に近い内装ですね。5号車は、サービス用電源を作るエンジンが搭載されていて、騒がしい車両だった記憶があります。屋根の形状が、ダブルルーフの明かり取りがついた窓がついています。これが、実際の5号車、発電用エンジンがうなりを上げて、結構爆音です。電源車を兼ねているんでしょうね。この時はディエールで運転されていたので、DD51-1043 号機が牽引しています。今度は蒸気機関車の方を見ていきます。ゆかり鉄道ではすでに C57 の1号機と D51 の200号機を導入しています。 D51-200 号機は1972年から梅小路蒸気機関車間に入って胴体保存され、構内運転のスチーム号で運転されていたようです。2017年にSL 山口号牽引で本線運転に復活し活躍しています。現在は故障のため運休しています。修理が完了して復活するのが待ち遠しいですね。次は C57-1 号機を見ていきます。C57-1 号機は1979年の山口線 SL 復活運転に抜擢された機関車で、当時、梅小路機関車間に保存されていた機関車です。胴体保存されている蒸気機関車の中でも、歴史の長い機関車ではないでしょうか。ゆかり鉄道での整備ですが、ナンバープレートは赤のものを取り付けています。C57 と D51 との重連運転を楽しめるように、前側をボディマウントカプラーに改装しています。Z ゲージ用の KD カプラーを取り付けましたが、加工がめっちゃ大変でした。DD51 を連結して試運転をしていきます。昔の技術で作った 12V テープ LED を改装して 3V 仕様にしたものを取り付けていましたが、1両点灯しなくなっていました。走行の方は概ね順調そうですが、怪しい音が脱線したようです。脱線したのは1号車の機関車側の台車のようです。外してみますが、
終電盤がちょっと汚れている程度で、特に異常はなさそうです。台車もバリが出ている様子もないので、異常なさそうです。連結器を見ると、若干動きが渋いようです。連結器復元用の板バネが組み付けミスしているように見えます。だいぶ前ですが整備した時に間違えたかもしれません。正しい状態に組み直しました。バネの反発力が減り、動きがスムーズになりました。無事に一周してきたのですが、またトラブルです。連結器が外れました。連結器が開いていました。これでは保持できませんね。環合が緩くなっていたので、ゴム系接着剤で開きにくいように止めます。今度は問題なく走りましたね。客車の方は問題なくなりましたが、今度は DD513 がギクシャクし始めました。終電不良を起こしているようなので、台車を外しました。終電盤に、ホコリのような汚れが付着していますので、ペーパーで磨きます。適当な番手のもので磨いて、汚れを取りました。視聴者の中の方には荒すぎるのでは?って思われる方もいると思いますが、気になる方は、細かいペーパーを使う方がいいかもしれません。走りが回復しました。若干のちらつきはありますが、問題なく走るようになりました。テープ LED を簡易的に電球色化する実験のためにペンを購入しました。マッキーのオレンジと茶色です。これをテープ LED 室内灯に塗ります。点灯テストをしたものがこちら。どちらが電球色に近そうでしょうか。純正の室内灯でもオレンジのプリズムがあるのでオレンジの方が電球色に近いように見えます。機関車の方はすこぶる順調で、車輪が少し汚れていたので、綺麗にするだけでよく走ります。しばらく眺めてみます。問題なく周回できていますね。10連運転でも安定しているようです。機関車と客車の整備が完了したので、新しいタイプの室内灯を作成して交換します。低電流ダイオードは 10mA のものを使用していたので再利用します。それ以外は新品のパーツに交換します。いつも通り作成していきますが、実験の要素を込めて少し作りを変更します。加藤純正の電気の取り方だと銅の終電盤を使用して取りますが、ゆかり鉄道では、銅板の作成が苦手で、時間が経つと終電不良になることがあります。トミックスやマイクロエースと同じように、バネを使用して、電気を取る方式にしようと思います。床板の加工は、最小限に、銅テープを使用して電気を取り出し、バネで受け取る方式にします。運用試験をして、信頼性が実証されたら、また紹介しようと思います。DD51-1043 号機と連結して試運転を行います。さらに新しい試みとして白色 LED を簡易的に電球色にする加工をしました。これも使えるようでしたらまたご紹介したいと思います。室内灯の点灯状態も安定していて、電球色化した LED も綺麗に点灯していますね。走行も問題なしです。最後に、蒸気機関車の C57 と D51 と連結して走行させていきます。
新気圧のテンションは最高。ノンストップスタートしたらもう止まれないよ。頭の中はいつも日曜日。このリズムに乗ってどこまでも歌いたい。君の涙だって吹き飛ばす。準備 OK パワーオブラー受け止めてね。エビバイス一番かな。ウィルパワー全力で行こう。あふれ出す元気をみんなに届けに行く。超高速な戦場にジャジャ泣きもしよう。バーナーやって君も連れてくよ。最高加藤さんの SL 山口号の機関車と客車、よく実車の特徴を捉えたいいものでしたね。ゆかり鉄道で最初に入手した機関車はこの車両でした。初めての蒸気機関車で慣れるまで苦労したのはいい思い出です。ゆかり鉄道では鉄道模型の紹介、メンテナンスをメインに動画を制作しています。高評価、コメント、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。本日も、ゆかり鉄道をご利用いただきまして、ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。